こんにちは、あこです。はい、はい、今日はですね、可愛い秋のアイテムを大紹介します。イエーイ。さあ、まあ、買ったものですね、購入品紹介をしていきたいと思います。まず今着ているこちらも新作なんですが、ハニーミーハニーのワンピースと、これシースルーのトップス。展示会でオーダーしたものがね、なんかいろいろ続々と届いたので、そういうのを紹介していこうと思います。これ可愛いっていうかね、もう今部屋がちょっと散らかりすぎてて、これ以上カメラが下がれなくて、ちょっと全身を撮れなくて申し訳ないんですけどじゃーん、わかりづら。ロングのねスカートになっていて、はい、可愛いんです。ひらひらーっと、この肩の部分がひらひらーっとなっていて、妖精のようになれるスカートです。かわいい。なんかここがボタンになってるので、なんかこう多分外してもいいってことなんですかね。なんか外してもかわいいのかな。で、今日はちょっとこのなぎさちゃんのベレー帽と、みちゅさんのピアスと、デコトゥーガールと合わせてみました。はい、続いてがインスタでは紹介したんですけど、シャーロットのブーツです。これはあのムームーピンクで取り扱いがあって、買ったんですけど、シャーロットの靴って、ね、スペインかな、スペインの靴なんですけど、こういう可愛いデザインなんだけど、レザーなので子供っぽくならずに大人可愛い感じで、履けるかなと思ってゲットしました。めっちゃ可愛いブーツです。この秋冬大活躍させます。あと髪の毛の小物編で言うと、今めっちゃ気に入ってるのが、ミシャンと作ったねこの C7 もめっちゃお気に入りで、なんかやっぱもうカチューシャ私大好きなんですよ。でこの C7 も、おすすめで、これナミシャン今タイに行ってるので、11月に帰ってくるから、11月からまた販売開始します。あと残りがちょっとわずかなんですけど、再生産なしなので、皆さんゲットしてください。 C7 と、あとはね、今このリトルサニーバイトとピンクハウスのコラボで出てたカチューシャも私今すごいお気に入りで、結構なんかこういうクラシカルなっていうか、なんか髪を青くしてから、あ、そう、髪を青くしたんですけど青くしてから、なんかこういうなんかめっちゃガーリー通りな感じがバランスいいなと思って、そう使ってるんですけど、そうカチューシャこれもお気に入り。やっぱね、リボンモチーフが大好きなので、あとこれ、これすごいお気に入りでやっと涼しくなってきて、このベロア素材がお洋服に合わせやすくなってきたんですけど、これシーンでめっちゃ可愛い。これバレッタになってて、こんな感じ、めっちゃ高見えじゃないですか、これ可愛い。そう、この秋冬大活躍させようかなと思ってゲットしたリボンバレッタです。こういう感じとかにつけても可愛いんだよな、絶対可愛い。こういうなんかバレッタってね、こういうこうやってここにつけても可愛い。なんか結構この秋冬黒とかそういうのがやっぱりなんか着たくなるんですよ続いての紹介に行きます。私の大好きなルビー&ユーの、展示会でゲットしたものが届いたので、それも紹介したいと思います。まず一つ目がじゃーん、これ黒のブラウスなんですけど、これ黒と白があってめっちゃ悩んだけど、白のブラウスっていっぱい持ってるので黒にして、じゃあなんとね、これが付け襟になってて取り外しができるんですよ。じゃーん、可愛すぎる、可愛い、さすがあもちゃん、もう 100% 可愛い。これは黒にして私は大正解で、なんかね、またちょっとすごく分かりづらくて申し訳ないんですけど、よいしょ。なんかね、結構私今155センチで膝太もも間ぐらいまで来るんですけど、こういうブーツとか合わせてコーディネートしても可愛いんじゃないかなと思いました。え、本当に可愛い、これ可愛い。もう白も絶対可愛いと思う。しまった、分かりづらみたいな、どうしたらいいんだこうや
くて、なんかスカートとか合わせても絶対可愛いかなと思って、ね、こうやってピンクのスカートとこの黒のブラウスとか可愛くないですか。可愛い。それでこうやってカチューシャ C7 つけて、あ、もう完璧ですね。もうなんといってもこの付け襟のこのセーラー襟が私大好きなので、可愛い。そしてこのフリルのこの袖ね、ちょっとこれもまたクラシカルな感じで、はい、とても可愛いと思います。はい、こちらがマフラー、もう私ルビーのマフラーを毎年使ってて、もう多分4年ぐらい前に買ったやつかもしれない、 3,4 年ぐらい前に買ったやつで、今年新しいのを、ゲットしました。ミントっぽい、くすみミントみたいな緑なんですけど、ちょうど髪色にも合うかも。あ、いい感じ、いい感じ。もね、このルビーのマフラーもあったかくてすごい使える。私結構上着が薄めなので、カーディガンにこれとかでも可愛いし、ちょっと寒くなってきたらこれだけでもいいし、あとこういうマフラーの何がいいかってカバンにつくんですよ。カバンにつくの出ちゃうこうやってなんか出かけられるから、こういう形のマフラー大好きで、はい、今年もたくさん使います。マフラーでーす。でルビーついてる。で最後、じゃじゃーん、かわいい。これなんていうの、これもまたねセーラー襟になってるんですけど、ちょっとカジュアルな形の、これはアウター、軽いけどめっちゃあったかそう。これ確かブラウンとこのグレーがあったのかな、で私グレーにしたんですけど、ピンクとグレーとかお洋服とか小物とかも合わせたら可愛いかなと思って、めっちゃあったか。そして可愛いこのシルエットがもう最高ですね。これもこうやってね、スカートとかと合わせても良いんじゃないでしょうか。そしてこのパチッパチッと留めれるので、子供がいても早く着たり脱いだりとかできる。かわいい。もうあったかい、もう早く寒くなってもいいよっていう感じのコーディネートですね。これもいっぱい着る。たまち真冬までもうこれで過ごすわ今年は。きっとこれでもうマフラーで完璧かなっていう。こうやって、はい、もうこのピンクとこのグレーとグリーンの組み合わせはもう最高ですね。この髪色もよいよい、いい感じ。黒を着たくなるので、このシスタージェーンの黒のワンピースも大活躍したいと思います。これもゲット、かわいい。これも黒アイテムで、これはリトルサニーバイトの、これ多分去年のやつなのかな、セールでゲットしました。ハーフパーツでーす。これ黒黒コーデでもいいかもしれない。はい、ちょっとシャカシャカして、なんかちょっと中綿入ってるか、なんかすごいあったかそうな素材です。冬に履きます。あとこのね、ドレスミーさんの付け襟を初めて買いました。ドレスミーさんはいつもインスタとか見てて、あ、かわいい。この黒のブラウスとも合うかもしれない。そう、なんかね、いつか買ってみたいなと思ってて、ゲットできました。かわいい。シャツに合わせてもいいか。え、かわいい。これで着てもいいしね。こうやって襟出してもかわいいと思う。こうやって、かわいいいいですね、いいですね。これでこうやって、だからこれと、こういうね、こういうコーディネートもいいかもしれない。はい、付け襟。付け襟ってなんか集めたくなっちゃう。なんかお洋服、アクセサリーっていうよりはなんかもう服っていう感覚で、はい、コーディネートを楽しみたいと思います。こちらは昨日 WeGo で買いました。ピンクのルーズソックスです。もう今ルーズソックス流行ってるじゃないですか。私も履きたくて買いました。かわいい。履いてみる。見せ方
はい、そんな感じでこの、秋冬かわいいお洋服の紹介でした。かわいい、もうね、なんかもうやっぱりかわいい服を着るっていうのは一番と言っていいほどテンションが上がるので、かわいい服を着て、かわいいヘアメイクをして、ハッピーにお出かけできるようにみんなやっていきましょう。で、髪の毛もその可愛いのお手伝いをぜひアコにさせてくださいね。はい、ということでまた可愛いものを紹介します。ということでまた次の動画でお会いしましょう。アコでした。バイバーイ。